親父の絶叫の話なんですけど、まあ、うちの、両親はもう79ですよ、両親は、まあ、健在なんですけど、79ですか、もう来年80歳、完全な老人ですよね。完全なもう老人。まあまあこう言うててもしょうがない、まあ、ほんでまあうちのおかんは結構しっかりしてるんですよ、はい、なんかな、女の人ってしっかりしてるんですかね、割と全然どこも悪いとこもなくて頭もしっかりしてて、ただ親父の方が若干やっぱりツッコミ用のないボケを言うんですよ、ありましてね。でちょっと前も上海万博に行ってきたって言い出して、行ってないんですけどね。でどうやったんって聞いたら、まあまあやな。架空の中で割と手厳しいけど。そんなんなんです。でまあまあそうは言うてもたまには飯食おうか言って、結構親父とは久しぶりに松本家で、先月2ヶ月ぐらい前ですかね、みんなでご飯食べたんです、でまあうちのおかんが特にそうなんか知らないんですけど、僕ほんと嫌なんですけど、なんか息子の前でちょっと熱々ぶるんですよ、うちの夫婦はまだ健在よみたいな、炎燃え尽きてないから、そこそこなんや夜もやってるし、雰囲気ですよ、そんな雰囲気をこう出すんですあと思って、ほんな前で「お父さんあれやで、お刺身食べるか」って言って、それやったこともないくせに、はい、マグロをね、はい、こうなんかこうやるんですよ、気持ち悪い。でも親父はずっと中央ちょっと見てる感じがで、お父さん食べ食べって言ってで、マグロをこうやるんですけど、あんまり慣れてないし、はい、おかんももうちょっともともと目もあんま良くないんで、はい、マグロが親父のほっぺたに、はい、ペサーって言ってたの、めっちゃ冷たかったんでしょうね、はい、親父「ああ!」その絶叫は国道まで響いた。あんまり聞きたくないな、親父の絶叫。3年ぐらい前ですかね、僕足を骨折して入院したんですけど、でまあその入院中は、まあ、たくさんの方見舞い来てくれるじゃないですか、まあ、スタッフさんだったり、まあ、同業種の仕事の方とかいろいろ来てくれるんですけども、まあ、その中にうちの相方の鈴木も来た日がありまして、でまあコンビですからマンツーで会うのは恥ずかしいみたいなんで、後輩3人ぐらい連れて来たんですよ。でまあ俺も一応「お前は来んでええわ」みたいな、「なんでだよ」みたいな、ちょっと軽いやり取りもしながら。で後輩たちがなんかこう見舞いの品みたいなんで、これ面白い映画の DVD ですとか、で他の後輩はこの漫画読んでみてくださいみたいな、ちょっと使える系ので、うちの相方はなんかこう本屋で買った紙袋みたいなのをバー出してきて、これは今必ず読むべき本だ、この時じゃない時に読まない方がいいみたいな、すげえちょっと強めの振り入れてきて、でバッて開けてみたらなんか足つぼマッサージの本なんですよ。で多分なんか今そんなところじゃないわみたいなことを突っ込まれようとしてんでしょうけど、その立てすぎた振りも腹立ったし、で足つぼっていうからにはまあ俺片足は骨折してるけど片方はいけるから押して健康にもなれるし、なんかこう微妙なラインになっちゃうし、振り切れない。そうなんですよ。だからもうまあ一応まあ、まあありがとうみたいな透かす方のツッコミして、いやなんだよみたいなこと言われながら、でまあいろいろ話とか後輩らとして後輩の近況を聞いたり、僕の病院での出来事とかいろいろ話して、1時間ぐらい経ってじゃあ帰りますわみたいな感じでみんなが帰り始めたんです。で後輩さんにバーって出て行ったら、あいつ一人だけ残ったんですよ。でまあよ、ずっと忙しかっただろうからよ、まあ、神様がちょっと休めっていう意味でわざと怪我させてくれたんじゃねえのみたいな。でまあこれから1ヶ月はよ、そのドランクドラゴンという看板は俺が背負って頑張るからよ、まあ焦らずにゆっくり安静にして治療に専念してってよみたいな感じのちょっとかっこよさげなこと言ってバーって出て行ったんです。いやある程度寒いと思ったんですけど、それよりなんかちょっと感動の方が大きくて、あこいつこんな一面あるんや知らんかったっていうのと、頼りがいのある感じとかちょっと男前のフレーズとかにちょっとうるっときて、
ああーってなったら、伝わってこう涙出てきたんですよ。あいつ特寝てよかったんかもなみたいな涙流して、でまあそこから1ヶ月病室でずっとテレビ見てたんですけど、あいつ一回もテレビに出てこなかったんですよ。急には無理やしな。そうでも俺が頑張らな思いました。人体の不思議というか、人体の不思議、まあ、人間の体ってよくできてるなって思った話なんですけど、3年くらい前に家で一人でテレビを見てたんですね。で、まあ、そろそろお風呂に入ろうかなとか思った時にちょっと尿意を催してきたんですよ。で、まあ、普通だったらまあそのままトイレに行くんですけど、ふと思ったんですね。これトイレに行かずにこのリビングでもうこのままの状態でもうズボンとかパンツとか履いたままこのテレビを見ている体勢で出してみたらどんな感覚なんだろうなってちょっと思ったんですよ。っていうのも今までの人生でやっぱ幼少の時とかこうやむを得ず漏らすことってあるじゃないですか。でもこういう出しちゃいけない状況で自分の意思で出したことってそういえばないなって確信犯的にどんな感覚なんだろうと思って、でまあ、ちょうどお風呂にも入ろうと思ってたし、もうすぐパンツもズボンも洗えばいいだけの話ですから、まあ、リスクはないんですね。誰も見てないし。で、まあ、リスクないんだったらまあ試してもいいんじゃないかなと思ってでやってみたんですよ。やってみた。そしたら、うん、人間の体よくできてて、うん、出ないんですよ。というのが今まで30何年間ずっともう漏らしちゃいけないって教え込まれてるから、うん、はい、無意識にもう抑制力が働いて、はい、なかなか出ないんですよ、ね。はい、もう脳はもう分かってるから命令してるんですけど、膀胱はもう全然いやもう出さないってなって、はい、あこんな感じなんだと思ってで無理して出したんですね。そしたら今度はもう今まで散々抑え込まれてきたものを一気に解放するからめちゃくちゃ気持ちいいんですよ。でまあもうそんなリビングでそんなことをしている背徳感とかそういうこともあるし、もうめちゃくちゃ気持ちいいんですよ。こんな感じなんだと思って、でそっから徐々にこうびしょびしょになっていることのなんかこう不快感というか後悔とかがやってくるんですよ。いやこんな感じになるんだって思って、でパンツとズボンを脱いで洗濯機に入れてでお風呂に入ったんですね。でまた次の日テレビ見てたんですよ。そしたらまたちょっと尿意を催してきて、ちょっともう一回やってみようかなって思ったんですね。すごい気持ちよかったし、でまあリスクもないですからもらえばいいと思うあると思うねんけど、部屋とか匂いとかあると思うよ。この全部ズボンで吸い込んでしまえばノンリスクですから、誰も見てないですし、僕が言わなければ、ね、怒ったことにはならないわけですから、やってみようと思ってやってみたら、まあ多少まだ出にくいんですよ。やっぱ30何年間のものがあるから。でもやっぱりもう一回派手に解放してるから割と早い段階で出すことが できたんですね。ただやっぱりもうその抑制力が弱まってる分気持ちよさもそうでもなかったんですよ。あこう抑制力と気持ちよさってやっぱこう比例してんだなと思って、でまたパンツとズボンを脱いで洗濯機の中に入れてお風呂に入ったんですよ。であこういう感じになるんだと思って、人間の体ってよくできてんだなとか思って、でもそれ以降その行為はもうやめたんですよ。さすがにこれはちょっと大人としてダメだと思って、でまあただ勉強になったなとか思ったんですけど、そっからあの1週間くらいもうおねしょが止まんなくなっちゃったんですよ。もうパカパカになっちゃって外れた膀胱がバカになっちゃって治んなくなっちゃって、だからもうこれ絶対やっちゃダメ。何やそれ身をもってずっとリスクやし、もうリターンやし。なんやねん。2年ぐらい前ですかね。はい、東京なんですけど、大阪の方がやってらっしゃる居酒屋さんに飲み行ったんですね。でその日サッカーの結構日本代表の試合があって、どっかでなんか飲みながら見たいななんて探してて、でもあんまりああいうのってやっぱ盛り上がるからすごいなんか盛り上がってる店行ってなんかガーってなるのも嫌だしと思って探したら、たまたまそのお店サッカーうちのお店もやってますって紙も貼ってあるし、中見たらあんま人もいないしちょうどいいと、ちょうどいいなと思ってで入って来たら、まあ
いわゆるカウンターがあってテーブルが何個かあって、うん、でおばさんが4人ぐらい働いてたし、それ全員も大阪の方なんですよ、まあ、関西の方、うん、でこのうちのカウンターなんですけど、僕はここに座って、うん、でこっちにおじさんおばさん、うん、であとまあサラリーマンの方何人かいらっしゃるんですけど、うん、この座ってらっしゃるおじさんとおばさんも関西の方なんですね、うん、でほとんどもう全員関西の方なんですよ、うん、でこの辺にこうテレビがあって、まあ、見ながら飲んでたんですけど、うん、このおじさんがまあ僕にこう気づいてくれて、うん、あれバナナマンさんやねってこう言ってくれて、あどう関西やさんね、うん、おもろいねテレビ見てるよおもろいねって言ってくれて、うん、あ、 ありがとうございますって言ってて、もうちょっとあの面倒くさいなと思ったんですけど、まあでもまあありがとうございますじゃ横のおばさんはあんま知らないんですね、うん、誰やの誰やの、何やのじゃあ待ってまたいいんですけど、いやこの人はあのバナナマンさんって言ってテレビに出てらっしゃる、すごくいろいろこうやってて面白いあの人なんだよなんて言ってて、あそうなんやそうなんやなんて言いながら、あの頑張ってます笑いやってますなんて言いながら飲みながらサッカー見てて、2時間ぐらい経ってサッカーの試合も終わって、でこの方たち結構喋ってて、そのおじさんが結局熱々分かって、この方はこの店のオーナーだったんですけど、どっかこう奥の方に行かれて、僕とその後輩とこのおばさんと3人で喋るなんかこう空間になっちゃったんですね。でずっと飲んでて、おばさんも結構飲まれててはーって飲んでたんですけど、おばさんがしかしあれやね、最近のお笑いはおもろないね、あそうですか、すいません、頑張ってるんですけどね僕らも、うん、ないわ、もう私が知ってるお笑いなんとかさんはこうだったし、あんなんとかさんはこうだったし、みんなおもろいのにおもろないわ、今のお笑いはおもろないわってずっと言われてて、すいませんって言ったら、俺のこの首根っこグッと掴んできて、あんたのことやぜ、怖っ、直撃やんか、あんたのことやぜ、直撃やんか、あんたのなんかの都政だかなんかトドだかのモノマネって、僕あこんなやってたよ、おもろないわなんかもろいし、僕そんなの別にそんなに腹立つわけないんですけど、なんかなんでこの人こんなに言うのかなとか、ですとかそもそも知ってんじゃないかとか、で俺だって別にそんな別に俺だってあれだけど、でもあれを一生懸命やったし、あれでなんか大きな番組ちょっと勇気を持って出たこともあったし、そんなこと何も知らないこの人なんでこんなこと言うのかなって腹立ってきて、腹立ってきたよな、確かに、いや僕あれでも命かけてやってるんですけどねって、なんかちょっと言っちゃったんですよ、いやおもろないわおもろないわ、気持ち悪いわなんなら私がやったらおもろいわとか言ってきやがって、なんだよと思って、じゃあやってみろよじゃあよっつって言って、そのおばさんがうわーってやったらすげえ面白いんですよ、本家をこうグラッと全然面白い、全然上回ってくる、全然上回ってくる、FM でちょっと番組やってました、うん、FM ラジオで、はい、結構ミュージシャンの方来ていただいて、まあ言ってもデビューしたてとか、うん、駆け出しのミュージシャンが来る番組なんですけど、うん、ある日なんかニューアルバム出すからって言って、うん、矢沢永吉さんが、来てくださるってなって、で、まあ、5分10分のインタビューかなと思ったら、1時間半の番組なんですけど全編出てくださるって、でこれはと思って、もう昔のもちろん、曲も聴いたり、過去のなんかインタビュー素材とかも全部取り寄せて読んだり、自伝も読んで、もう猛勉強して、でも本当失礼のないようにと思ってその日を迎えたんですよ。そしたらこう入り時間の5分ぐらい前にもうお付きの人と矢沢駅さんばっかりで、なんか約束とか守るんだみたいな、なんか、うん、いや遅れてもいいし、なんだったら来なくてもいいぐらいの人じゃないですか、まあ、そこにすごいびっくりして、でこう打ち合わせ もう僕もそうですけど、ディレクターも作家もみんなもうガチガチで、こここうで、ああでこうでこうで、ああでこうさせていただきますって言ったら、その矢沢さんが、まあ、とにかく今日はラフに行こうよと、もう硬い話もなしだし、もうとにかくいい時間にラフにとにかく楽しくやろうよみたいなこと言ってくださったんですよ。ああよかったと思って、多分俺らが緊張してたんでリラックスさせてくださったんですよね。では優しいなと思って、でこうブースに入るときに、なんか矢沢さん花が好きだって聞いたんで、なんかこの卓上に置くちょっとした花も用意して、したら矢沢さんパッと花見つけて、いいねこの花大好きなんだよ俺、花これ持って帰ろうかなみたいなことも言ってくださって、結構上機嫌だったんですよ。でいざ始まって結構昔の話とかこう一生懸命話してたら、
すごくいい雰囲気で、なんか普段話さない話とかもどんどんしてくださって、なんか結構上機嫌にバーッと進んでたんです、いい感じで。で残り10分ぐらいになった時に状況の時の話までしてくださったんですね。なんか広島でもとにかくビッグになりたくて、で夜行列車に飛び乗ったんですよね。でもなんか東京を目指したんだけど、夜行列車の椅子のが硬くてお尻が痛くて横須賀で途中で降りたと。でそこにはあの米軍があって、でそこでそのなんかそういうゴーゴー喫茶みたいなところで本場のロックに触れて、ロックを本当に志したんだよみたいな話もしてくださったんですよ。でも残り10分ぐらいで、まあ一応僕も芸人の端くれとしてもういい雰囲気だし、ちょっとこう人ユーモアかましたくなったのか、まあ簡単に言うと A ちゃんを笑したくなって、まあいい雰囲気だしと思って、その話の後に、いやじゃあ矢沢さん、それもうちょっと手前の小田原あたりでお尻痛くなってたら小田原で降りてアサリ取りにでもなってたんじゃないですかって言ったんですよ。ボンかました。したら今までニコニコだった A ちゃんがガッて眉間にしまして、ガッてこううつむいたんですよね。やばいと、なんかこう若手時代の話をちゃかしちゃうみたいになって、怒らしちゃったと思ったんですよ。したらずーっと5秒ぐらい、下手して10秒ぐらいパッてやって、パッて俺の方見て、俺アサリ食えないんだよねっつったんですよ。そんな真剣に考えてくれてたんですよ。真面目な真面目な人や。あんだけラフに行こうって言ってたのに、そんな考えてくれてたんだみたいな。まあ、怒ってない怒ってやろうで、最後それじゃあっつって、もう鼻置いたままそのまま帰りました。素敵な方でした。すごく素敵な方で、すごい貴重な経験させていただきました。なんか私は大きいところでいつもライブやってるから、バスタオル巻いてるでしょ、はい、で今年はちっちゃいところでやるって言うから、はい、なんかタオルもじゃあちっちゃめのハンドタオルですかって言うたら、はい、ってやられましたけど。ちょっと知らない方もいらっしゃると思うんで、ちょっとあらかじめ最初に言っときますけど、ちょっと5月にでっかい記者会見開きました。そうね、はい、で結構自分でもでっかいなと思ったんですよ。で、まあ、結構大きい会見の後にいろいろ言われまして、でちょっと精神的にもダメージがちょっと大きすぎてですね、これはお寺に行きましょうということになって、後輩連れてお寺に行ったんですよ。で初めて行くお寺で、山梨県のすっごい由緒あるお寺で、めちゃめちゃでかいところなんですよ。でそこに行ってお参りしましょうっていうことになって、で行ったんですよ。そしたらあのお寺の本堂に行くまでに500段ぐらいのヤクルトスワローズが合宿しそうなぐらいでもこれを登らないとやっぱ本堂のお参りはできないんですよ。でまあ、登ろうと思ったんですけど、いくらなんでも無言で登るのはきついので、3人で行ったんですけど、100段ずつ数えていきましょうかと、分配しましょう、で気持ちよく数えながら行きましょうって、で後輩が担当してくれたんです。0から100はじゃあ僕がやります、で100から200は僕がやるんで、200から300じゃあ河本さんでで言って分配してこう登っていこうってなったんです。でまず0からまあまあ後輩がバーッと1234ってで100ついて、で100段おきにまあ、ちょっとした小休憩のできる3人掛けぐらいのベンチがあって、ずっとそれがあるんです。ほんでまあ老人の方が結構たくさん来てるので、そのご老人の方とか休まれてて、で100から200はじゃあ僕がやりますわって100から200行って、でこういうことで休憩場のところに行ったら50代ぐらいの夫婦の方がベンチで座られてたんですよ。でそれ空いたら俺らもちょっとだけ休憩して200から300移動も言うて、あの50代の夫婦の方が上がられて、で僕らちょっとだけ休憩して、よっしゃほんなん行こうか言って、僕の担当で201、202、203ってこう警戒に行ってたんです、ほんならまあ50代ぐらいの夫婦の方とまあ差はあったんですけど、僕らの方が早かったので追いついて、同じ階段に差し掛かった時に、あっあれ来た、あの河本さんですよね、ああそうなんです、あこんなとこまで来るの、あそうなんですよ、ちょっとあのいろいろあってあのお参りしようかなと思ってるんです、あ大変やったねでも頑張ってよって言われて、そこからずっと足並み揃えてついてくるんですよ50代夫婦が。で僕数えてるので、ありがとうございます、210、211、212、河本さんこの間私あのそういえば目黒で見ましたよあそうですか、ありがとうございます、221、222、220、河本
郷さんって目黒のあのダイエーのスーパーの近くですか、うちは。ああそうなんですよ、227、227、227。私最近あそこの目黒に引っ越してきまして、ああそうなんですか、230、233。目黒の2丁目に住んでるんですよ。ああそうなんですか、230。え、目黒の2丁目違うよっつって親父が言い出して、あれ3丁目だよお母さん。え、2丁目じゃないの、3丁目に行くって。数字言わないで2とか3とか。そこから後輩に預けて、300から500まで後輩にずっと数えて。こう初めての体験ってまあいろいろあるじゃないですか。初体験、いろんな初体験が。これちっちゃい時に、あ、今嘘つかれてるっていう。あ、俺今嘘つかれてるなって思って。初めて思った時があるんですよ、それ鮮明に覚えてるんですけど、小学2年の時に俺ソロバン塾行ってて、ほんでソロバン塾行くと4年生の女のだ、まあ、言ったらお姉さんがこうプリント配ったりいろいろやってちょっと世話を焼いてくれる人がいて、ソロバン塾出たらそのお姉さんに俺小学2年生の時ラブレターをもらったんです。ほんとと思って俺もドキドキしながらそれ一人でこっそり読んで、ほんとそろばん塾のそのカバンの奥の方をしまって、で家帰って、でご飯食べてお風呂入って、でさあ寝ようって言っておかんと一緒にこう寝る時に、僕今日あのラブレターもらったって言った、なおかんがえっって言って、それ今どこにあんの、って言ったんで、俺はなんかこう恥ずかしいみたいなこともあって、もう捨てた、捨てたって言ったら、え、何してんのって言って、おかんが俺の肩バッて持って、ラブレターっていうのはこれからももらったら絶対にお母さんに見せなあかんもんなんやでこの距離で俺絶対うせや俺今嘘つかれてるって薄暗い部屋でもうめっちゃ怖かったんですよ、それすっごい覚えてる。その同時期に初めて虫が走った日っていうのも俺覚えてて、後々あれ何が走ったんや、あれ虫図やったんや、あれ走ったやつっていうね、初めて虫図が走った日を俺またそれも鮮明に覚えてて、同じ時期に聖司と二人でこう寝てたんです、ほんなら、まあ、聖司はすごいガンダムが好きで、その時すっごい流行ってたんです、で俺はそこまでガンダム好きじゃないんだけど、まあ、聖司越しにちょいちょいまあ見てて、何個かまあガンダムも知ってるぐらいの軽く知ってる感じで寝てたら、聖司が突然ズゴックの爪なんぼやんって言ってきたんです俺小2、聖司小6なんかズゴックってこういうロボットがいるんですよ、はい、ズゴックの爪なんぼやって言うてきたんです、はい、で俺はえ何言うてんのやろと思いながら3本って言ったんです、なら聖司がえズゴック3本かって言うからうん、ズゴックの爪3本あれ俺はなズゴックの爪4本やと思うけどなお前なんぼや思うねんって言うから、え、なんやこれ思いながらあのズゴックの爪は3本って言ったら、聖司がそや自分が間違ってないと思ったら絶対に負けるななんやこれなんやこれなんやこれなんか走ってる走ってる走ってるこれ虫図やつだ何か虫図か今走りました腹立つな腹立つわあいつほんまにあの僕映画に出演したことがありまして、はい、でその僕以外の人がほんまに結構有名な役者さんばっかり で、あの映画の台本に書いてある役の順番って結構その役の重要さに比例する部分あるじゃないですか、ちょっと台本順に言わせていただくと、山田孝之、小西真奈美、牧陽子、池脇千鶴、二階堂ふみ、山内健二僕やったんですよ。でちなみに僕の後が水森アドさんやったんですけど、すごいラインナップの映画来たなと思って、
で台本もらって見たら山田孝之さんの会社の同期役やったんですよ、うん、結構大事な役 で、うん、でまず衣装合わせがあって、うん、で衣装合わせに行ったらあの監督がちょっと衣装合わせって言ってたんで急で悪いんですけど本読みさせてもらっていいですかって言われたんですよ、うんうん、で一応台本読んで役のイメージ掴んでたんで、うん、あ、いけますって言ってじゃちょっとあの本番までに固めてきてほしいんでじゃ本読みさせてくださいって言われてで返しここ返させてくださいって言われたシーンがあの僕が山田孝之さんに胸ぐらを掴まれて、うん、あのこと言ってないだろうねって詰め寄られるシーンやったんですよ、うん、でそこで僕が分かってるってそんな顔してたらお嫁さんに嫌われちゃうよって言い返すとか言って、うん、で本読みなんですけどこれ照れたらまずいんやろうな思って、うん、一応自分のイメージ通りにやろう思って分かってるってそんな顔してたらお嫁さん嫌われちゃうよって言ったんですよ、うん、そしたら監督がはいちょっと違いますって言われてでそこでまずはずってなってはずってなってもうだいぶクラクラってなったんですけどここでその間違ってた感出したらまずいと思ってあそうですかあのどういう感じでやってほしいんですかねみたいな感じで言ったんですよそしたら監督があのこうしてくださいこうしてくださいあその喋り方が一番近いんで当日までに固めてきてくださいって言われた喋り方が分かってるってそんな顔してたらお嫁さん嫌われちゃうよってほぼ熊野プーさんやったんですよあこれですかと思って当日までにそれを固めてきてくださいで分かりましたって言って当日までその喋り方で練習してで本番迎えて山田孝之さんとの最初のがっつりしたの絡みのシーンがその本読みのシーンやったんですよでまずリハーサルやったんですけど、うん、あの役者の方ってもうリハーサルからの全力でされるじゃないですか、うん、あのもちろんなんですけどで僕もここはもう照れたらあかん思って練習してきたもう全部出そう思ってで山田孝之さんに胸ぐら掴まれて、はい、あのこと言ってないだろうねって言われて、うん、僕は山田孝之さんに、はい、分かってるってもうこんな顔してたらお嫁さん嫌われちゃうよって言ったんですよ。だ監督がはいオッケーって言ったんですけどあの山田孝之さんが僕の胸ぐら掴んだまま監督の方見て、うん、えいいんですかってふざけてるあの知らん芸人がぶっこんできたと思われて家庭知らんから急にかましたみたいになっていや台本通りやってるんですかなり、はい、やりよったなみたいに山田拓さんこいつやりよったなやりよったないな受けよう思ってやった思う僕は監督の指示通りにやったんですけど山田拓之に嫌われちゃったね、うん長年の恋が実った話なんですけども、はい、僕こうやってテレビ出させてもらうたびにですねはい、このスーツ着て伊勢丹の紙袋ですという、うん、つかみをこうやらせてもらってたんですよ、ね、でそれをこう言うきっかけになったのがですね、うん、10年前に僕上京してきまして、うん、でその時は普通のスーツでやってたんですけども、うんまあ、相方がある時東京はボケとツッコミちょっとパッと見ただけでわからなあかんと。お前なんかちょっとこう分かりやすいスーツを買ってこいって言われてで僕原宿の竹下通りを歩いてましたらビジュアル系バンドの店がありましてでこれが飾ってあったんですよほんで僕関西出身なんで伊勢丹っていう馴染みがあんまりなかったんですよねほんでただ単に派手なスーツやなと思ってこれを購入したんですよほんで初めてこれ着てライブ出てで終わったらですねお客さんのアンケートってあるんですけどお客さん全員が伊勢丹伊勢丹伊勢丹って書いてるんですよでこれ何やって聞いたらそういうデパートがあってその紙袋の柄がこれとそっくりやとあこれはいいこと聞いたとで忘れもしない第1回 M1 グランプリの準決勝、はい、これも勝ったら決勝出れるという大事な舞台で初めてこれ着て伊勢丹の紙袋ですって言ったんですよほんでドカーン受けてでそっから4分漫才したんですけど、うんまあ、伊勢丹って言った時が、まあ、笑いのピークやったんですけどつかみは大事って聞いてたんですけどつかみすぎたという、はい、しばらく漫才始めてもお客さんがざわざわしてる
邪魔やな。まあそういう現象が起こったんですよ。でもそれを引き換えにいいつかみをこれ得たなと思って、まあね、あのずっとこう伊勢丹の紙袋言うてたんですよ。ほんなら数年後あの今田さんとか松平健さんがあの出てはるあのバニラ気分という番組に出させてもらうことになりまして、あの事前打ち合わせでですね、あのスタッフさんがそんだけ伊勢丹って言ってて伊勢丹側から何か言われないんですかと、あそういえば何も言われないですね、あそしたら分かりました、こちら側であの聞いときますんで、でその答えを本番で発表しますみたいな感じで、で本番になりまして、あの松平健さんがあの伊勢丹側からあの手紙届いております、で、カウカウの多田さんをどう思われますかという質問に対して伊勢丹側の答えが、はい、そういう質問にはお答えできませんというすごいクールな返答やったんですよ。まだ松平健さんが読み上げたんで、なんかすごい怒られてる気分になったんですよ。でその時はまあへこんだんですけど、今年笑っていいともに出してもらった時にこのエピソードをちょっと言わしてもらったんですよ。ほんならですね、偶然伊勢丹の社長さんからあのお電話がありまして、いいとも見てましたと、電話口のものが大変失礼しましたと、一回カウカウの多田さんにお会いしてお礼を言いたいっていう電話があったんですよ。すごい。で先日僕言い出してから10年越しに伊勢丹の社長さんに直接お会いしまして、あのいつもありがとうございますと言っていただいて、お礼に伊勢丹の紙袋をいただいてます。まあね、十分なんだ。10年言ってきてこれかい。でもありがたくいただいたという、はい、ありがとうございますという。はい、初めて飛行機のビジネスクラスに乗らせてもらった時の話なんですけど、大阪の番組でベトナムに行こうって、で初めてビジネスクラスに乗せてくれる、で緊張して座って、で僕英語全然ダメなんですよ。でもう読むのもできへんし喋んのもよう喋らん。でその飛行機がベトナムの飛行機 でビジネスクラスの前の方を座らせてもらったんで、前は席じゃなくてちょっと空間とかあの壁のとこやったんですけど、これほんまに思いながらパッて見たら CA さんもベトナムの人で、なんかあの綺麗な顔をした女の人がずっとこうやって笑顔でこうやって僕の方ずっと見てるんですよ。何やろ思いながら、でちょっとちょっと笑った方がええのかな思いながらってやったら、でそのままうなずきもせんと、あ分かんねえねやみたいな、なんかどうしていいか分からん状態なんですよ。それであの飛行機バーンってなってプーンって言って、まあ座席倒していいよってなった時にパッて見たらボタンが4つあるんですよ、座席的なボタンが。でこれ何や思って、普通2つぐらいですよ。で1個バン押したらウィーン言うて氷ぐらいにもしていくんですよ、これはまあ分かるわ、ほんで左から2番目、それは左一番左で、左から2番目をポンと押したらウィーン言うて足上がってくるんですよ、おーなるほどなるほど、で3番目ポンと押したらうーん言うけど何にも変化しないこれ何やねんお前パッて見たら横のベトナムのおっさんがちょっとこうふーんってなってるんですよ。嘘やんって一瞬なったんですけど、たまたま僕話してもおっさん倒れていくんで倒す時期やったからおっさんたまたま倒れてるだけで、俺一瞬何やねんこれってなって、これ3番目おっさんやったら4番目どこ倒れんねんみたいな空気になったんですよ。これはもうちょっとおとなししとこう思って、でバーって見ててまた横になんかごっついなんか肘置くとかあって、ガパッて開けて中見たらなんか入ってるからガバッて出した、これモニターがあったんです。で何やこれ説明書見たんですけど全部英語なんです。ただゲームができるっていうのはうっすら分かるんですよ。でゲームも日本やったら絶対せえへん雑いゲームなんですよ、なんか猫の保安官がなんか来ないなんて何これみたいな、まあまあとりあえず飛行機やからやってみようかないうテンションので、まあまあこれでやろうかな思ったけど、もう電源の付け方さえも分からないです英語やから、おかしいな思っていっぱいボタンあるからどん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 押しとったら、その中に1個あの上半身から上のこういうポーズのボタンがあったんですね。で何のボタンかよくわからんからとりあえず押してまえってビャーッと押しとったら、それあの CA さんを呼ぶボタンやったらしく、で全くわからないんでバーッ押しとってふわって見たらなんかあの足見えるんです。でふわって見たらさっきの子めっちゃ笑ってた CA さん立ってはるから、え何やって何やねん何やねんってなって、まあ、とりあえず何か言わなあかんのかな思って、あ喉も渇いてたからコーラプリーズって言うたんです、ほんでうなずいてピャーって行きはって、ほんでまたもう電源つけへんやん思ってたらスッと戻ってきてコーラくれて、あ
言うて、ほんでまた帰りはって飲みながらバー押しとった、またそこ押したんでしょうね、うん、またファッと足見えるんですよ、うん、何やねんな思ってほってみたらまだこうやって立ってはるんですよ。何か言わなあかん思って、何やろな思ってコーラ指さして、デリシャスって言うたんですよ。向こうがうんみたいな感じで、ほんで何やろうな思いながらまたガーやってまた押したんでしょ、うん、また足見えて、うん、こいつ何遍くんねん思ってでちょっと鬱陶しい顔しとこう思って、ちょっと鬱陶しい顔で これぐらいの顔でこう上見たんですよ、うん、これの3倍ぐらい鬱陶しい顔でこうやって見てるからもう何で怒ってんのってなったけど、何か言わなあかん思って、もう外雲ばっかりやったけど、うん、指さしてああビューティフルって言うたら、ぐわーって俺の顔までこれぐらいまで寄ってきて、ボタン指さして、NO! って言うたら、そこから何も触らず、Twitterっていうのをね、皆さんやられてる方多いと思うんですね、芸能人の方でよくやってるんですけど、僕もですね、去年の6月から Twitter 始めたんですけども、Twitter っていうのはやられてない方のために、もう気軽につぶやけて、うん、知らない人でもなんかメール感覚でこう交流ができるみたいな、うん、まあ、告知ができたりするんですよね、ツイッターでつぶやいたりとかしたら、うん、で僕を見たい人は僕のことをフォローしたら、フォロワーというフォロワーさんがいるんですけども、うん、そのフォロワーの中にですね、僕のやっぱちょっと痛いやつがいてて、うん、僕が何をつぶやいても、うん、全てにしばくぞって返してくるやつがおるんですよね。もう全部にしばくぞってくるやつがおるんですよ。普通は今から収録行ってきますって言ったら、まあ頑張ってくださいとか、放送いつですか、しばくぞってくるんですよ。何こいつめっちゃしばいてくるやんと思って。例えば夜中も寝れない時に、夜中4時ぐらいに寝れへんから DVD 見ようってつぶやいたら、私も寝れないですとか、何の DVD 見るんですか、しばくぞってくるんですよ。お前夜中4時起きてんのかこいつ。こいつめっちゃ俺のつぶやきに反応しきょるなと、全ての僕の全てのつぶやきに対して全部しばくぞってくるんですよ。鬱陶しいけど、まあ、ほっといたんですよね。まあええわと思って、ある日に陣内聞いてくれって僕が出てきたんですよ、ツイッターで。小学生になる息子が風邪をひいて熱が下がりません、俺の日頃の行いが悪いせいかな、反省してますって来たんですよ。あ、こいつ子供おんねやと、しばくぞは。でもまあなんかすごい真っ当な、ね、コメントが来たから、僕初めてそいつに反省したことは心配やと思うから、これから子供の鏡になるように頑張れって僕は返信したんですよ。こんなすぐコメントがしばくぞって来たんですよ。こいつなんやねんって、そんだけしばいてくんねん思って。でもブロックっていう機能があるんですよ、ツイッターに。ブロックしたらそいつはもうシャットアウトできるんですけど、ブロックするのはもうなんかもう悔しいからブロックしなかったんですよ。そうだ、なんか負けたみたいな、負けたみたいに。ある日そいつから、陣内、芸能人の9割は俺のことをブロックするけど、お前は俺をブロックしてない、見直した、しばくぞ。何やねん、見直したの、どうしたらええの、見直しといて。もう親にもしばかれたことないでしょ、どんだけしばいてくんねんっていうやつがおるって話を。陣内でも腹立つしな。もう全部陣内なんですよ。でその話をダウンタウンデラックスでさせてもらったんですよ。こんな鬱陶しいしばくぞのおっさんがおると、やっぱテレビの影響はすごくて、ツイッター内でしばくぞおじさんっていう名前で、そのおっさんがめちゃめちゃ人気になって思ったんですよ。もうなんかツイッターほんまにそんなやつおんのかみたいな。で僕もテレビで言ってしまったって、まあやっぱ責任を感じて、やっぱ痛いおっさんやから、僕はそのおっさんのツイッターを覗いて、まあしょうもないことしてないか干渉してたんですよね。ほんでやっぱ見たら、やっぱツイッターもひどくて、一般人に対して黙れしばくぞとか、お前ブスやなしばくぞとか、もうしばくぞを連発してるんですよ。でも後半はもうなんかしばくぞの要求が多かったのか、はいはいしばくしばくみたいな、すごい手軽な手軽なしばくぞも一般人に送ってるんですよ。でも一般人はしばくぞ言われたいから、僕のテレビで言ったから、しばくぞ言われましたみたいなんで、変にツイッターでなんか人気になってしまったんですね。で僕もこれあかんことやなと思って、でそのツイッターの中で分かった情報は、そのおっさんは関西に住む40代後半の結婚してるおっさんなんですよ。それしか分かんないですよ、顔も分かんないですよね。でツイッターって言ったらプロフィールに写真を載せるとこあるんですけど、そのおっさんは自分の写真を載せないんですよね。まあ、でも痛いおっさんやから、卑猥な写真をね、もう載せるんですよ。もうパンティー、ちょっとなんか変なパンティーとか、なんかおばあちゃんがこう顔を隠したブラジャー姿とか。でも僕がテレビで言った手前、こんなおっさんとなんか変な、ね、一般人が関わるのは嫌やから、僕はそのおっさん宛てに、お前もう写真、しょうもない写真を載せるな、帰ろって僕は送ったんですよ。ほんならすぐに、なんでお前にそこまで指示されなあかんねん、しばくぞってくるんですよ。まあ、こいつ年は思って。ただ1分後に見たら、
綺麗なお花畑にかかってらっしゃるんですよ。聞きかけないやつなんですよ。あれこいつは。しばくぞ言いながら僕の言うこと聞いてきてるの。なんやこいつ。なんかちょっと憎めへんなままでも痛いおっさんやと思ったら、もうツイッターで人気だから、その似たようなどつくぞっていうやつが現れた。あらちゃん。ツイッターで。毎日どつくぞどつくぞ陣内どつくぞって来るんですよ。年なぁ思う。でまたある日陣内どつくぞって来たら、もうこいつブロックしようかなと思ったら、しばくぞおじさんですってそのおっさんが入ってきたんですよ。ほんならそのどつくぞに、お前陣内に偉そうな口聞くな聞くな、陣内をどついたら俺がお前をしばくぞって言ったら、どつくぞからしばくぞに助けられたみたいな、なんか僕ヒーロー登場みたいな感じで、あれ何これみたいになったんですよ。このおっさん何やねんみたいな。でツイッターって結構心ないツイッターもありまして、まあ僕のこと嫌いな人もいるから、あなたをテレビで見ると不快になりますと、あなたがテレビで出る番組は全部私は消します、テレビを見ないです、二度とテレビに出ないでくださいっていうのが来たんですよね。あ嫌やなと思ったら、しばくぞおじさんですって来たんですよ。陣内は一生懸命頑張ってるんや、テレビ見えひんならそのテレビ捨ててまえ、しばくぞって来たんですよね。なんか、なんか僕の応援メッセージみたいな、しばくぞが助けてくるようになったんですよ。で、あるいから僕そのしばくぞをちょっと待ってしまうようになって、でもその日を境に全然芝居てこなくなったんですよ。今までは僕が何か詰めて絶対しばくぞって来たのに、全然芝居てこなくなって、あれな、何した何があったんやろと思って、そのしばくぞのおっさんのツイッターを覗いたんですよね。ほんならもう僕以外、以外の芸能人と芝生ぞのやり取りをなんか楽しそうにやってたんですよ。なんか僕がテレビで言ったから他の芸能人ともなんか仲良くなってしまって、なんかね、あれみたいな、俺以外に芝生やつできたみたいな感じ。なんかね、何この気持ちみたいな。俺だけの芝生ぞやったはずやのに、他のやつ芝居ってなんか楽しそうにやってるから、なんか嫌やなって、なんかちょっとやきもちみたいな、ママでもこんな痛いおっさんやからもうええわと思って無視したんですよ。ほんで先日僕大阪で仕事があったんで、関西の方で、まあツイッターで今から新神戸駅に向かいますってつぶやいたんですね。ほんで新神戸駅着いて駅からタクシーに乗る間に一人の男性がバーって歩いてきて、陣内君握手して、ああどうもって握手、やっと会えたな芝生蔵おじさんって言われたんです。まあ40後半の普通のおっさんなんですよ。って思って、ほなでもすぐ去っていったんですよね。って思って、いや、でもいや、まさか本物ちゃうやろなと、それにしてあんまりにもあっさりしてるし、もっと話したいのに、なんか僕はもう去っていく後ろ姿を見て、みたいな、でもまあ本物ちゃうやろと思って僕は仕事行ったんですけど、もうその日一切仕事手につかず、そのおっさんのツイッターをずっと待ってる自分がおったんですよね。ほな2時間後に芝生蔵おじさんですって来たんですよ。陣内やっと会えたなって来たんですよ。もうさっきのおっさんやったんですよ。ほんまやったんや。はい、会えて嬉しかった、握手してくれてありがとう、これからも頑張ってください、芝居てーって思って、なんで芝居がいいの、全然芝居てくれないですよ。何この気持ちみたいな、あんだけ芝居たやつがもう全然芝居てこなくなったっていう話なんですけど、もうね、なんなんこれは本当に壮大なドラマや。壮大なドラマ。去年6月からしばかれたおっさんに先日会って、最後の最後しばいてもらえない。しばいてもらえない。ただ2日前に僕がそろそろ寝ようってつぶやいたら、寝るなしばくぞってすごいシンプルなしばくぞが来たんですよ。原点に立ち返った。原点にすごいシンプルなしばくぞが来たんですけど、なんかもう最近それが僕の中で支えになってるみたいな。ちょっと痛いおっさんなんですけど、まだまだ続くかもしれない。いや、まだまだこの芝生とのやり取りはあると思うんで、まあちょっとハートフルな、じゃあちょっと僕もハートフルな話をちょっとさせてもらって、大阪の方にですね、吉本大運動会というこうでっかい番組がありまして、まあ参加された方も多いと思うんですけども、その吉本新喜劇の方であるとか漫才さんであるとか、もう若手とかが一斉に集まって陸上競技大会みたいなのをね、やってテレビで中継する番組があって、僕も若手の時ずっと毎年出させてもらってて、でまあ行ったらいろんな競技あるんですよ。本当にリレーとかあって、騎馬戦があるんですよ。で騎馬戦はやっぱりそのまあ看板スターの方が上に乗って、僕たち若手が下で馬を組んでやるっていうやつがあったんですけど、僕の馬を組んだ上の将がですね、末成由美さんっていうね、新喜劇、まあもう還暦を超えられてるお姉様なんですけども、すごいおしゃれな人で知らないです、本当にはもう
最先端のおしゃれを常にしてるんですよ、うん、あの帽子のつばの直径だけで2メートルあるぐらいのこれ帽子かぶってきてエレベーター乗るとき横向いてこう乗ったりとかするので、まあ、その人やっぱおしゃれなんで、その配布されたジャージをみんな着るんですけど、着こなしもちょっと若者風にちょっとあのゴムを緩めて腰でジャージ履いて裾まくってちょっとなんか若者風にジャージ履くみたいな履き方をしてたんですよ。で、まあ、僕下馬でやってて戦ってたらですね、やっぱりその骨盤より下でジャージを履いてるので、ええ、どんどんこうジャージがこう、ええ、ちょっとずつ下がってくるんですよ、ええ、で、あ、これあかんと思って馬でこうなんとかやろうとするんですけど、うん、何してんねん、ケンコバあっち行けとかって上で指示来るから、はい、わかりましたってこう行ったらまたこうズルズルズレてか、これちょっとやばいんちゃうかなってこうやりながら思ってたんですけど、うん、このままでパンツ見えるぞ、うん、やばい姉さん、パンツテレビに映ってしまうと思ってたのに、どんどんズレていくのパンツが映らないんですよ、うん、お尻の肌しほっぺたしか映らないんですよ、うん、どこまで行ってもね、どこまで行ってもどうなってんねやと思ったら、うん、本当に還暦超えた方でこういうの履くんやっていうぐらい、本当にこうミクロの紐だけのティーバッグシェナリさん、これシェナリさん、これらい、や大丈夫かなと思って、まあ競技場のでっかいモニターにユミネさんのティーバッグのお尻がねデカデカと映るわけですよ。で、まあ周りももう芸人さんですから、まあ、ゲラゲラ笑うんですけど、これもう大変大変やみたいな話になって、結局そのまま牙はドシャーンって崩れて、まあ負けたんですよ。ああで、ユミネさんお尻出てますよっていやーみたいなことをやってる時に、その周りで見ていたですね、あのアホの坂田、坂田敏夫師匠がですね、それを一部始終見てて、得した、これは得したでって言ってトイレに消えていった。何やその話、何やその話、得した、これは得したでハートフルな、かなりハートフルね。登場人物にええやつ一人もええおれへん。僕瀬戸内海の小さなすごい田舎の島で生まれ育ったんですよ、はい、で本当にバスもタクシーも信号もないコンビニとかもないんですよ、はい、だからちょっと皆さんとこう、育ってきた環境が違うといいますか、うん、でその島はやっぱ島のルールみたいな、東京とはやっぱ違うんですよね。で、まあ、うちその貧乏っていうのもあったんですけど、その昔ですよ、相当昔、僕は小学校3年生の時ですけど、今はそんなことしてないですけど、僕ん家の家の移動手段が下部にの荷台に板くくりつけて、それに兄弟3人でしがみついてたんですよ。こういう状態で姉ちゃん、姉ちゃん、僕みたいな、はい、で島ですからね。でそれで、でも別に僕の友達とか車持ってる人もいて、で運動会の日にいつものようにお父が、ほな帰るぞ、乗れ乗れ言うて、でもさすがにみんな友達が車で帰っていく中、その下部の荷台の長板にくくりつけたやつに乗ってるのちょっと恥ずかしいというか、こんなのは嫌やなと思って、で家帰ってちょっとこう落ち込んでたんですよ。ほんでお父が、何をお前な落ち込んどんかいってなって、でもそう、お父はやっぱそのわしも車欲しいわっていうの言ったんですよ。おっさんやな。だからそのうちの親父が、なんやお前車欲しかったんかいってなって、早言わんかいそんなことを言うて、日曜日まで待っとけって言われて、でわし日曜日になったらそのお父が車買うてくるわ思って、日曜日まで待っとったら、今度お父がその下部の荷台の板を取って、そこに発泡スチロールをくくりつけたんですよ。でその発泡スチロールに、うちの島で採れた海の幸の冷凍をパンパンに詰め出したんですよ。でそれを乗っけて、ほんなん行ってくるわ言うてフェリーに乗って、そのバイクごと
本土に行ったんですよ。で後々聞いたらそこに電話の権利書もなんか挟んでたらしいんですよ。とにかくその海の幸と株一台で音は本土に向かって夕方にブルブルの軽音で帰ってきたんですよ。だからブツブツ交換してきて誰にどう頼んだんか。でも未だに忘れないですけど小学校3年生の時もう こんな車があるのかっていう、この何この銀色みたいな銀色安い灰皿の銀なんですよの K でもうボロボロで、で 4WD って書いてあるんですよ。 4WD じゃ絶対ないんですよ。お父が乗って帰ってきて、で車じゃ言うて、で家族初めて家族5人でその K で島でドライブをその夕方するぞってなって、でまあ弟がこう運転して僕らこう乗ってですね、お母が横乗ってこう走ってたら、うちの島信号もないんで最初の曲がり角でクラクションを鳴らしたんですよ。でパッて鳴らしたらパーが止まらなくなったんですよ。もうボロボロ何をしても止まらないですよ。もうパーでそのボロボロの銀の 4WD でその山本家がその帰るに帰れないから島をもう一周せんと、家に帰ってくるのにそのこの車を買いましたよみたいなアピールみたいなパーって言われて、ほんなら姉はもう顔真っ赤にしてもうやめてくれ言って、でお母もまたもう車止め言うて、もう恥ずかしいけやめ言うとるけどもうどうしようもないじゃないですか。でもこんな時ってうちの親父が一番辛いはずなんですよ、どう考えても。その音がこの時どうなっとんな思って横で僕が見たら音をまっすぐ前向いてちっちゃい声でパーって。なんでやねん、なんでやねん、今だにわかんない、なんでやねん、だからおかしいって言い過ぎたんだ。今すぐ聞け、なんでやったの。聞ける状態じゃない、ちっちゃい声でちょっとパーって。なんで後押ししたあれも僕が小学校入るぐらい前にどこでどう見たんか、僕後でカオリングってみんな家族で呼んでたんですけど、カオリっていう名前の妹なんですけど、まずね僕の毛を掴んで、女の子が毛掴んでガンと床に押し倒すんですよ。でカオリも僕もこのまっすぐの体勢になるんですね。で香りが僕の毛を掴んだままどうやっても真似できないんですけど、すごいこのその場でこうゴロゴロっていくんじゃないですか、その場で高速回転をするんですよ。毛を持ったままでブチってちぎり切るんですよ、子供やから。ほんでちぎり切った後もうすごい汚そうにこうやって払って立ち去っていくっていうのがすごい、それをやり始めたんです。無言なんです、やっぱおとなしい子なんで追い込んだら。でその何回やってもその体勢にさえ持っていかれへんようにしたらええって思っても絶対にそのなんかベタっていうのは完璧なんですね。ついたら最後もうカオリングや、2階でやってても親が気づかんぐらい音なくこうその場でカオリングサイレントでこうやって言うのがあるんすよ、うん。でもう慣れてきたら、もうこうやられてこうやったら分かるんすよね。もうこのガッと顔上げれないんですけど、ここの目で香りが回る同じ方向を読み取って僕も回ったらなんとかいけるんですよ。なんかふわふわふわってなってガッて逃げれるんですよ。でそういう時もありゃ逆に読みを間違えて半分の時間でちぎれる時あるんですよ。2分の1の時間でもうすぐバーって俺も協力してみたいな時があるんですよ。でフェイントがあったり
あの回転数をこう変えてきょんねや。やってる時にそのリズム風じゃないけどこうグッて変な中途半端な一拍入れてとかをやるんですよ。ですごいその戦いで後半はもう こういう読み合いなんですよね。グッてやられながらでそれがすごい辛くてもうあのおかっぱやったんですけどあの根元から行くんで結構親もうなんてことすんのって香りを怒るぐらいの傷なんですよ。で夏休みの時に親がもう小学校2年ぐらいになったらもう鬱陶しいからもうおかっぱずっとおかっぱなんで鬱陶しいからってバリカンで切ってくれたんですよ。まあ坊主にしたんですよ。ほんなんもう掴まれへん、はい、その時はこれカオリングに耐えれるとは瞬間に思い浮かばんかったんですけど夏休みで妹が2階で絵を描いてたんですよね宿題かなんかで。で案の定入っていってうわーこんな下手やなって言っても全然振り返らんと黙々と描くような子なんですでやめとけええのにうわーなんか気持ち悪いとか言ってたらだんだん分かるんですよそろそろ来るなっていうのがカオリングがでもやめとけええのにずっとずっとこう追い込んでたらもう筆をバンって掘って来ようとしたんですでも来ようとした時に紙ないっていうの分かってあ僕もあ来ないなんであそうや俺坊主やからやって言って紙ないんですって言ってほんならチラッとこうその机の上とかにある物を見たんですね、うん、ほんでもうそれぞれ物とか使ったら絶対あかんのにって言って、うん、どんどん狭めていったんですよどうすんねんって言ったらもう案の定追い込まれて逃げ場がないから真正面が正攻法で香りが初めて向かってきたんです僕にうわー言うてガチで負けたんですよほんまに負けてガチで負けてでそれを親が見てて後からそのよ偉いなってあんたお兄ちゃんやなって一回もそうよう我慢したなって言うけどもうそうじゃないっていう屈辱がプライドと屈辱でそうじゃないっていうのがあるから違うねんってこう振り払ったその妹にできなかったうっくんと、うん、お母ちゃんもよう分かってんなんかその子やなあんたお兄ちゃんさすがって言うたんも違うから、うん、違うねんってやったらその親にも僕手挙げたことないんで、うん、多分そのびっくりしたと思うんですけどまあ慰めて頑張ったなってやってる感じでその感覚を今までも味わったことないんですけど、うん、もうグーかパーかなんかよう分からんっての形で、うん首をどつかれたっていうのが今でもすごいトラウマいや何か分からないビンタでもないな分からん形で音も分からん分からん形で分からん形で反射的に出る反射的に出た形が分からん握ってもないしそういうのすごいトラウマ怖いよな香りってこれ僕が幼稚園の時の話なんですけど、はい、あの僕お姉ちゃんと2個違いなんですね2個上にお姉ちゃんなんですね、うん、で、いとこにキミちゃんっていうお姉ちゃんと同級生の2個上のいとこがいるんですね、うん、ほんでお姉ちゃんと僕とお母さんでキミちゃんとか遊びに行こうって遊びに行ったんですよ、うん、ほんでなんかお母さん同士はまあ喋ってますよほんで子供でほな遊ぼうか言うてほなかくれんぼしようかってなったんですよ、うんで、じゃんけんほい言うて僕が負けてで、お姉ちゃんとキミちゃんが隠れるわ言うて目つぶって僕100ぐらい数えてたんですよ、うん、で、もういいかい言うてもういいよもうなかったんですよで、もういいかい言うて行くで言うてこう探したんですよ家の中ね、キミちゃんの家の中をずっとでも、どこにもいなかったんですよで、いい日なと思ってて奥の部屋をこう開けたら真っ暗やったんですよ、うん、でこうカーテンが閉まってたんですけどカーテンがちょっとモコってなってたんですよ、うん、であっこ隠れてんなと思って、うん、そこのカーテンふわって開けたら、うん、お姉ちゃんがパンツずらして、うん、こういう状態になってたんですよ、うん、であれと思って、うん、何してんのって言ったらあのお尻の検査やでって言ったんですよお姉ちゃんで、キミちゃんが見てるんですよ先生になって、うん、で、お尻の検査やでって隠れんぼちゃうのお尻の検査お尻の検査やで
大好きも見てもらうって言われたんですよ。でなんか分かんないですけど僕も見てもらうってなってなんかそのなんか変な空気やったんですよ。それになんかこう僕も変な気持ちになって見てもらうって言ってでどうしようかな初めてやしと思ってほんなら下からお母さんが大輔リエコ君ちゃんおやつの時間やでって言われたんですよ、はあ、でもう僕診察受けるギリギリやったんですけど、うん、ちょっとお預け食らって、うん、ほな後から見ますって君ちゃんに言われて後からすいませんって言ってほんでおやつ行ったらこんな種なしぶどうやったんですよ、うん、いや種なしぶどうやと思って食べてたんですけど、うん、もう僕はそんなぶどうよりも、うん、早うお尻の検査してほしかったんですよ、うん、なんか変な気持ちだよ、ね、いやしてほしくなんかふわふわなんかふがふがなってでもうで横にキミちゃんがそのねあの種なしぶどう食べてんやけどもう僕はもう早う食べてほしいし、うん、で僕だけもあのコーンみたいにバババババ食べてもう早う行こうあの食べ方あるな行こう言ってんのまだなんかみんなで仲良く喋ってて、うんうん、ほんでもう我慢できんようになってキミちゃんにすいません早くお尻の検査してください敬語なほら先生わかりましたでまあずっと食べててでまあ食べ終わってほなもうごちそうさま言ってでもうお姉ちゃんとそのキミちゃんの顔見たらもう行こうみたいなほなまたかくれんぼしょ言うてでもう僕はバーって隠れたのカーテンの中がシッと入ってたんですよ。ほんならキミちゃんが来て、じゃあお尻の検査しましょうって言って、はいお願いしますって言って、こうずらしてこうしてたんですよ。ね、こうキミちゃんのここにこうするんですよお尻を。ほんならグッ開けられて、グッ開けられて、あっっていう、でもなんかもうわかなんか何ですかね。気持ちいいです気持ちいいというかなんか変な気持ちになるんですよっていうほんでずっとこう何回もこうグイッグイッ初めはそのだいぶ外側を開けられるんですけど後半なんて言ったらだいぶ内をグッて聞いてでグッてやられてわってふかってなったらお薬塗っときましょうって言われてなんか僕なんか分かんないでしょ僕はこうあ何やろうと思ってたら冷たいもんがペトってお尻の穴にペトってついたんですよ、うん、ついたんであっと思ったらパンツ上げてくださいって言われたんですよでパンツ上げたんですよほんで治療終わりですって言って、うん、あ終わったお尻の検査ってこんな感じなんやと思って、うん、ほらお母さんが帰るでってなったんですよしばらくしてからですよほんで帰ろう思ってで車の後ろにお姉ちゃんと僕乗っててお母さん運転席でねほんであのキミちゃんとキミちゃんのおばちゃんがこうあのバイバイって言うてくれるんですけど僕はなんかまだホガホガしててキミちゃんの顔見てまたお尻の検査してくださいみたいなそれ声に出してないと思ったそしたらキミちゃんも伝わんのけそれ伝わんだろじゃあ伝わんだろほんでバーって家帰ってで僕忘れてたんですよそのお尻の検査のこともまたお姉ちゃんと遊んで子供やからほらもう時間からお風呂入ってきなさいってお母さんに言われてお風呂お姉ちゃんと入ってたんですよ、うん、ほんで入ろうと思ってパンツずらしたらなんかで落ちたんですよパタパタってであれと思って見たらあの種なしぶどうの皮やったんですよほんならお姉ちゃんがあお薬種なしぶどうの皮やったよねって言ったっていう茶かましは茶かましいわ何やってたその話にその手帳いるかなんて書いてんの何やねんいやすいませんなんかどうしても言いたくてあれですよね、まあ、ここにおる皆さんなんとなく経験あると思うんですけど、はいはい、まあ、たまにこう休みできたら、どうしてもちょっとこう仲のいい後輩芸人をこう誘っちゃうじゃないですか、うん、はい、で、まあ、ご飯行くにしたらやっぱ後輩芸人とか飲みに行くにしてもそうなるんですけど、うん、まあ、これ悲しいかなその悲しいっていうのかな後輩芸人も
だんだんこう仕事が忙しくなってこうやっぱ売れていくんですよね。これは嬉しいことなんですけど、ちょっとやっぱこう寂しさもあって、もうジュニアとかも大好きなんてまさにもうそうで、あもうなんかそんな寂しい思いは正直やっぱあんまりしたくないなっていう思いがちょっとあるじゃないですか。でもそう考えると、あやっぱあんまり忙しくなるやつじゃない、そんなにこう売れる見込みのないやつと遊んどったらええんかなっていうことで、最近三股又三と大ベテランじゃないですか。いや、本当ですよ。だから僕もあんまこう言いたくないんですよ、テレビでなんか仲良くしてるって。あんまりこう三股と僕がね遊んでるっていうと、なんか松本さんちょっとセンス枯れたんかなとか、あんま言いたくないんですよ。だからもう三股にも2人で歩いてる時に業界の人来たらすぐ離れる。愛人じゃねえかそれじゃあって、また全然面白くない感じでね来られて、でまあそんな面白くない三股とのちょっと前の話なんですけど、まあちょっとまあやっぱ休みで、でまあちょっと映画でも行くか三股で、まあ映画行った後飯も食うし酒もちょっと飲むから、もう車じゃなくてタクシーにしようかね、あの迎えに来てくれって言って、三股がタクシーで僕の家まで来て、おはようございますみたいなんで、僕休みですからね、もう気軽な感じで、ああウエスって乗って、で運転手さんどこどこまで行ってくださいって、車がまあタクシー走り出しますよね。12分ぐらいが経ったぐらいですよね、まだ12分しか経ってないんですけど、あのねって言って、僕ラーメン好きじゃないですかって始まったんですよ。いやまず知らんし、ね、めんどくさいけど、ああそうなんかなって言うと、最近美味しいラーメン屋見つけましたねってブチって言うんですよ。でこれはその店長があの長渕剛ファンの店長で、あのだから長渕のブチとってブチっていうラーメン屋さんなんですけど、ここ僕この間一人で行ったんですよ。ですごくあのお腹が空いてまして、で大盛りのつけ麺を頼んだんです。でまあ大盛りなんで、で麺も太麺だから多分すごく時間が思ったよりかかったんです。で僕もすごいお腹が減ってたんで、遅えなとは思ってたんですけど、そこはそこそのブチっていうラーメン屋だけあって、店内にはずっと長渕剛の歌が流れてる。で僕長渕剛嫌いじゃないんで、それはそれで、ああ懐かしいなとか、こんな歌もあんのかなって、お腹にしながらも聞いてたんですよ。そしたら、あの海の向こうの飢えた子供たちの歌が流れてきた時に、はいお待ちってそのつけ麺が来て、食えねえよってね。そうね、僕はあのタクシー乗っててね、三股とお前誰で試してんの。しんどいわ休みの日にこのクオリティで、なんか飯食いに行って飲んでって言うならいいでしょ、まだあって 1,2 分お前も同業者なら分かるよこれ、まあいわばもう説教ですよね、もういわばこれ俺とお前が手品師やったとしてですよ、タクシー乗ってドヤ顔で鳩出されたらきついよどうですかみたいな、まあいわば俺は空手ができたとして、黒帯の俺にね負けまへんでみたいな感じで瓦2枚割られてもきついと勘弁してくれっていう、ましてやその俺もう2人っきりならね、もう別にあはははで済ませられるけど、すいません運転手さん、運転手さんも聞いてはると、松本さん普段ゆるゆるやな思われんのも嫌やし、ですいません運転手さん、本当どうでした今の話、今の僕かいつまんで言いましたからね、本当の見方もっと長くてもっと無駄が多くて何回も噛んでますからね、どうですか今の話運転手さんって言ったら、もう運転手さんハンドル握ったまま顔真っ赤っかになって、もう思ってた通りやったんでしょうね、なんか運転手さんにも申し訳なくなって、で見方見たら見方もなぜか顔真っ赤っかそれ見てたら俺もなんか顔真っ赤っかになって、目的地着くまでそっから誰一人喋らず、カーナビだけがなんか合流ですとか言う本当に嫌な男の話です
結構いい感じでね、今日はバラつき、僕芸人になる前に、ええ、漫画喫茶でバイトしてた時期があるんですけど、そこの漫画喫茶のあるあるみたいなので、ええ、個室に一人で入った男性のお客さんが、エッチなビデオを見ようとして、ヘッドホンを挿して聞こうとするんですけど、ヘッドホンがちゃんと刺さってなくて、でボリューム上げて、漫画喫茶内にエッチな音が響き渡るっていうのが、はい、結構あったんですよ。である日バイトしてたら、そういう状況になってエッチな声が響いたんで、バイトの子が、私注意してきますって言って、女の子なんですけど、バーって走って行ったんですよね。そしたらその子が、キャーって言いながら走ってレジの方戻ってきたんですよ。どうしたんどうしたんって言ったら、もうちょっと私無理です、山内さん行ってくださいって言われて、なん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 って言ってその部屋に行ったら、リクライニングタイプの椅子やったんですけど、そこに全裸の男の人が、あそこの部分にティッシュをかぶせた状態で寝てたんですよ。で、おーって思って、でとりあえずテレビを消して、で状況をこう考えた時に、おそらく一人でエッチなビデオを見て、で一人でエッチなことをされて、でそのまま寝てしまって、寝てる最中にコードに手が当たって、コードが抜けて急に音が響き渡ったんやろなっていうのが分かったんですけど、寝てるからどうしようかなと思ったんですけど、いや絶対注意せなあかんなと思って、壁にそういう行為は禁止ですって張り紙もしてあるし、張り紙してないんですけど全裸やし、それこれは注意しようと思って、で、すいません、すいませんって声かけたんですよ。で、起きないんですよ。で、すいません、すいませんって結構大きめな声で声かけたんですけど、起きないんですよ。で、肩ら辺をすいません、すいませんって叩いたんですけど、起きないんですよ。でこれ絶対許したらあかんな思って、もう肩が持って、すいません、すいませんって揺らしたんですよ。そしたら、その男の人がしっかり目つむったまま、起きてますって言ってます。あ、起きてたんや。もうちょっと今はもう起きれなかったんやな。今目開けてもどうしようもないんで、ずっと耐えてたんですけど、僕がもう一切帰ろうとしないから、もう起きてください。熟睡の手を取ってました。まあ、思い返しても腹立つことっていうのはあんまないんですけど、結構あるよ。あんまない方なんですけど、僕もあるおじさまにフグ行こうかって言ってもらったんですよね。フグ行こうかって、あるダンスで僕ら二人で行くんかなと思ってて、行ったら他にもメンバーいてたんですけど、おじさま、僕を誘ってくれたおじさま、そしてその方の部下、若い方ですね。で、僕ら年上なんですけど、でホステスさん2人がいてはったんですよ。そのおじさまがよく行く、ホステスさん、まあ、じゃあ同伴も兼ねて行こうかいな、まあ、芸人も来るしみたいなことなんでしょうか。で、まあ、5人でフグをいただくという、まあ、すごい高いところでアルダンスみたいな。で、まあ僕一番下っ端ですし、まあ、ちょっとこう喋ったりとかしてたんですね。ほんだらもうすごい美味しいフグいただいてたんですけども、おかみさんが、ここヒレ酒どうしますみたいな、ちょっとドヤ顔で、やっぱこううちはええフグ屋ですから、ヒレ酒もちろん頼むっしょみたいな感じで送るわけですよね。なんかうざいなと思ったんですけど、まあまあすごい高いとこですからと思ったんですけど、僕はもう次の日仕事もありますし、あんまりちょっと日本酒をたくさん飲むとベロベロになる、しかも偉い方がいらっしゃるので、そのおいたをしてはいけないということで、あ、ちょっと僕明日仕事も早いんでちょっといいですとかで、え、小籔さんここ来てヒレ酒飲めへんのみたいな、もう一回来るんですよ。え、聞こえてへんかったんかっていう、まあいらんって一回言って、もう一回押されて飲みますってなるか、なるか時もあるけど、確率的には低いやんってこのおばはんと思いながら、まあ、もう一回来よったなこいつ、あ、すいません、ほんまいらないんですよ、ちょっと明日あれなんで、あ、まあ、そうみたいな感じだから、ホステスさんたちはまあお酒飲むのがお仕事ですから、なんか私たちいただきますみたいな。おじさまはお酒飲みはらへんのですよ、もう一切お酒飲まはれへんかった、だからもう常連ですから、まあそのおじさまに聞かない。で次若者に行くってなったら、男子メンバーで僕飲まない、であちらももちろん飲まないってなった時に、この人がじゃあ僕いただきますってちょっとこう生きったんですよ。生きる嫌いやろなと思ったんですけど、聞く順番もちょうど生きれる時ですわ。女子2人いてます、やっぱこう同じ下っ端2人でも
こいつは飲めへんのか、ダメだなみたいな感じでちょっと怒られた、その後に僕いただきますみたいな感じでちょっと生きた、あこいつも生きるよってなって、まだこっちのおばさまもちょっとこうあみたいな、飲みはりますよさすがですねみたいな感じでちょっと乗せるんですよ、まあ、まあ僕がちょっと負けてあちらが上だみたいなこう空気になったんですね、うん、でまあはんはん思ってほんでバーって来てヒレ酒こうジャブジャブしながらこうあーみたいな、まあ、迎えで言うてるんですよ若者が、うん、あーみたいな、まあ美味しいでしょうけども、うん、みたいな言うてるんですよ、はーもちょっといつもより多分声大きいと思うんですよ、その方とは初めてですけども僕が断ったということであーっていうのがちょっと大きいんですよこいつ思いながら僕服いただいてほんでまあ食べてる時であんまりこう会話が進みませんからホステスさんもやっぱそういうお仕事ですし気遣いはってその若者の方に1日どれぐらい飲むんですかみたいな、あいやもうねそんな家とかって飲まないんですけどこないだねみたいな、その人がまたちょっとこう息出してこうねいやこないだねみたいな、あの広島からこんなね缶でねあの生の柿を送ってきたんですよ、もう何の話だと思って酒の話だと生柿をねもうねどないしたろう思ってほんだこうねカセットコンロもねもう持ってきて網バー引いてでそれに柿パンパンで置いたんですよ、ほんでレモンファーって絞っただけ、もう他何もしてないです、レモンファーって絞っただけでねもう食べたらねもうワインとめちゃめちゃ合うんですよって言うんですよ、みたいな何の話だ思いながらこうほんまねほんでそうやってもう2本一人で2本一気にワイン開けてもうてワイン2本飲んだらねベロベロなりますよって言うんですよ、いや当たり前やんそんなことみたいなワイン日本飲んだベロベロなる当たり前や、1たす1は2やんこいつ何言ってんの思いながらほんでホステスさんもへえみたいな感じですよ、こいつ相当生きとんな思って、まあ確かに僕は飲んでないイニシアチブはこいつに取られた、あああかんかったなと思ってしばらくしてパッて顔見たら顔真っ赤っかなんですよ、そのヒレ酒半分しか飲んでんのにもうプローンみたいな色してんですよ、赤黒い感じで目も真っ赤っかでこの白目のとこ血走ってんですよ、ゲイラカイトみたいな目というか昔のタップ揚げの白の血走ったゲイラカイトやんこいつみたいな、赤黒いプルーンゲイラカイト骨ついたフグをしゃぶってたらもうなんかバンパイアに噛まれたやつみたいになってるんですよパーってなっててこいつキモほんま思って、まあ、だんだん小遣いも減って結局昼酒も最後まで飲んでないんですよ、ほんでもうビールも別に飲まんと何やこいつ言わへんのかほんだろ思いながら、で次、終わってじゃあ2軒目行きましょうおじさまの車ですよ、おじさま、そしてその若者、僕でホステスさん2人で救急車乗って、まあシーンでしてますから僕もなんか喋らないのでバーって喋ってたんですよ、でまあ着くまで結構あるからバーバーバー喋ってたらなんか俺ばっかり喋ってるなと、何やこいつ思って、でお前も多少は負担せえよ思いながらファッて見たらもうヘッドレストとこのシートベルトの間に頭ガーンって入ってるんですよ、寝てるやん無理してヒレ酒飲むから酔うてるやん、なんやねん思いながら喋ってて、なんかついたんです信じですわほんでもう相当豪華なほんまこんなテーブルなバーですよ、バーってもうすごいお酒もガーッ飲んでて、もう蝶ネクタイつけた人がいっぱいおるよ、でまあこの方はいつものなんかカタカナのカクテルですね、ノンアルコールカクテルで、僕はまああのおすすめのなんかカクテルみたいな書いてあったやつ果物のやつですよね、それいただきます、ほんでこっちでなんか僕らと喋らんと注文とかもでもなんかこうやってやってるんですよ、こうやって司会こう喋ってますからあれよこうやってで向こうの瓶来ないし見とんすよ見とんのこいつ、ほんだらバーってこの僕のを持ってきた時にここで結構スコッチあるんですねって言ったんですよスコッチっていう、まあ、そのちょっと特殊なお酒でしょうね、ここでスコッチあるんですね結構まだこいつ生きんねや思ってこいつよう言えんな思って、ほんだらもう2人の来てんのに全然頼まんと、あれってもしかしてあれちゃいますアイリッシュのなんとかちゃいますとか、ほんだらあなんとかかんとかでめっちゃスコッチ話で花咲かせようとするんですよ、ほんで結局なんか頼んでバッて来たんです、僕らもちょっとこう何ですかカクテルの泡もシューってなってる感じでこいつほんま思ってたら、ほんだらチューリップグラスに蓋あってこれ来たんですよ、そんなに酒弱いくせに、でお疲れ様でした、いただきます、で僕バーで飲む時にパッて横目で見てたんですよ、ほんだらチューリップグラスの蓋パッて開けて香り嗅いでてこうやってグッて飲んで、あー芳醇でスモーキーって言ったんですよ、いや嘘つけよお前お前みたいなそんな酒弱いやつがなんでその感想が出てくるの絶対雑誌読んで書いてたらまま言うてるやん芳醇でスモーキーって大体ああいう酒スモーキーやった何言うてんねんこいつ、めっちゃ腹立った話をずっとやってたんですけど、それだんだん途中であっと思ってあの時こう言っときゃよかったんちゃうみたいな、
そのお前そんなもん先弱いねんからお前スコッチなんか飲むなよ、どうせすぐ目開かなんねんからレッドアイでも飲んどけやって言うとったらよかったのにな、でもなんで俺は思いつかへんかってあいつに腹立ってたからやと思って最近また腹立ったって言われてあいつのせいですよあいつのせいですよもう一度怒りがええ例えかというかうまいこと言えたはずやな皆さん生きるには気をつけていただきます先ほど松本さんも言われた三松さんの話なんですけど、はい、前にも言うたんですけど大井龍馬というのを一緒にやろうということになりまして、はいはい、で僕嫌やったんですよ、はい、初め、うん、そういうのにいや僕本気でやるから言って自分の劇団を立ち上げたいから言って、うん、で大好き力貸してくれって言って俺が龍馬をやるからお前中岡慎太郎でやってくれっていう、うん、なんかそんなんがあってほんで分かりましたって引き受けたんですよ、うん、んでじゃあ大好き京都一緒に行こうと俺お金全部出すから、うん、で京都行ってその龍馬と中岡が回ったとこを回っていってちょっと気持ちを高めようと、うん、そういうことで行ったんですよ、うん、で行きしの新幹線で大好きって言ってこれ俺ちょっと買ってきたんだとでそれがペンダントやったんですよでちょっとした鎖のこの辺に龍って書いてあるペンダントを買ってでこれいいだろうっつって全然用ないんですよそんなに良くないあでもまあまあ思いあるんですねこれで俺頑張るからっつって頼むな真剣にやろうな分かりましたっつってで京都着いてでまずどこ行きますって言ったらまずお墓に行こうと坂本龍馬と中岡慎太郎一緒に眠ってはるからそこ行こう言ってじゃあ分かりましたって行ったんですよで行ってほならこうお墓にそのネックレスを取ってこう置いて龍馬さん今度大好きで舞台やりますみたいな力貸してくださいみたいなやってるんですよでそれつけてここに龍馬さんがいるとじゃあいろんなとこ回ろうかっていうでじゃあなんか遭難の地みたいなのがありますからそこ行きましょうかって僕もあんまり知らんかったんでこう本持ちながら行きましょうってで行ってで行って僕が説明しててその近くになったら三馬さんいいんですよであれ三馬さんどこ行ったんかなと思ったら「おい大輔」って言って「こんなとこ風俗あるぞ」はいや風俗ってまだ2時ですよいやこんなとこにあるのか今日。いやいやちょっと三松さん、うん、いやもう嫌や初めからこんなんの嫌や、うん、頼むわ本気でやりましょうよ、うん、言ってここも、うん、あすまん言ってでじゃあ行きましょうもう風俗いいですよ言ってでこれ遭難の地らしいですよほなちょっと写真撮ろうよで写真なんか分かんないですけど撮ってで龍いうのも見せてで撮ってで次のなんかまたここに隠れてた巣屋みたいなのがあるらしいですよじゃあそこ行こうよ言ってで行っててまたいいんですよほんで何やろうと思ったらここにもあるのか風俗いやもう腹立ってきたいや真面目にやるって言ってたやんほんでいやちょっと三馬さんほんまひどいですよって言うと真剣にやる言うだから僕お芝居をねやろう思ってほんでそれもなんかもう全然嫌や言うてなんか本気さが伝わってこうへんって言ったら龍馬もセックスぐらいするだろうが逆入れやんいやセックスするよ龍馬もセックスするよでも龍馬ももっと夜やと思う早いやんこんなんずっとやん京都着いてからずっとムラムラしてるもうやめてそんなことってなんだお前って言ってバーンどつかれたんですよほんでバーンどつかれてなんでどつかれなあかんねん俺正しいですよって言っていやお前言ってることなんか違う言うてまたバーンと疲れてまたバーンと疲れたから俺何が龍馬や言うて俺そのネックレスバッチッちぎってバーンやってあったんですよ何やってるんだお前お前の龍馬のペンダントー言うて走っていって急にガーッ泣き出して鼻だーって垂れてやめろこれはお前俺を叩くのがいい言うて龍馬のこれは切るなって言われてでまあ僕はやっぱ先輩のね大事にしてたねやつを切ってもらったらすいませんって言ってでまあそれでまあ終わって舞台始まったんですよでもずっとつけてるんですよそれも直して、う
でも、もう毎日ね、舞台で何かやらかすんですよ。なんか、あの絶対にこうお客さんが冷めるような、そんな言葉って言うとあかんでしょ。なんかそんな時代劇やのに、テレビのなんか挟んでみたりとか、ちょっとそこを笑かすために何かやったりとか、時代がむちゃくちゃなって。ほんで、あの演出家に怒られるじゃないですか。美馬ちゃん何やってんだよって言って、なんだあれしょうもないって言って、ほんならもうパコンなるんですよ。なんかもうパコンすねるんですよ。ほんで打ち上げ行ってもひと言も喋らんと、なんかパコンなってるから、いやもういつまでパコンなってんの。もうそれ怒られるやんかって、まあ、なんでお前言われなくちゃいけない、お前表出ろみたいな、表出たのかやったらまたバーンと疲れて、で俺もまた何がるよお前じゃん、俺もこうきちぎってなんかシャーってやって、やめろお前これ。でもう何回もそれがあったんですよ。で、ある日からもその龍馬いうネックレス専用になったんですよ、多分ちぎられるから。ほんで、まあ、無事に舞台終わって、じゃあ最後にこの格好であの舞台の上にバッと並んでみんなで写真撮ろうって言って、で皆さん真ん中でいろいろありましたけどありがとうございました、お疲れ様でした、写真撮りましょうって言って、撮ろうっつって、あちょっと待ってっつって、あの龍馬のあのネックレスちょっと撮ってくれないって言って楽屋行ってつけて帰ってきたんですよ。初めここぐらいまであったんが、もう今超感がね、こんななって龍っていうやつから喉仏で喋るたんびにこうペコ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 ペ